ヨアヒム・ヘルビッヒは第二次世界大戦時のドイツ空軍爆撃部隊のパイロットである。480回の作戦行動で18万2000トン数に上る連合国軍船舶を撃沈した。ヨアヒム・ヘルビッヒは1915年に生まれ、1936年にドイツ空軍へ入隊した。第二次世界大戦が始まると第一。 共同航空団で観測員を務め、ポーランド侵攻に参加した。さらにノルウェー侵攻オランダにおける戦い、ベルギーの戦い、フランス侵攻に参加し、これらの戦いでの功績により1940年11月9日に、騎士鉄十字勲章を授与された。その後地中海戦域へ転戦し、マルタや英地中海艦隊への攻撃。 ドイツアフリカ軍団への支援に参加した。1942年9月28日に、ヘルビッヒは、エルビン・ロンメル陸軍元帥の1942年夏の、高性の支援と18万2000トン数の敵船舶を、撃沈した港により20番目の白用、剣付撃私鉄十字勲章受章者となった。当初、ヘルビッヒは、作戦飛行を禁じられ、 空軍の爆撃部隊を掌握する高級将校である爆撃航空兵装艦の兵艦となった。1943年8月に連合国軍のイタリア侵攻に退治する LG-1 の航空団司令に就任し、ヨーロッパでの戦争の終幕には LG-1 と第200爆撃航空団の残存部隊を率いて東部戦線で戦った。戦後、ヘルビッヒは ベルリンの醸造業者の支配人の職に就いた。ヨアヒム・ヘルビッヒは、1985年のある日、スペイン旅行への途上で、自動車事故に遭い、その2日後の10月5日に、マレンテで死去した。ヨアヒム・ヘルビッヒは、1915年9月10日に、ザクセン王国のダーレンにあるベルルンと呼ばれる、集合住宅で生まれた。田舎育ちの乗馬が大好きな少年であった。 1935年に軍務に志願し、最初の1年間はドレスデンの第4砲兵連隊に配属された。1936年秋にレヒフェルトの爆撃機学校へ転属となり、1937年4月に観測員と機上重視としての訓練を終了すると、シュベリーンの第152爆撃航空団ヒンデンブルク、 第3飛行隊に配属された。1938年11月1日に、KG152 第3飛行隊は、第1共同航空団第2飛行隊となり、ヘルビッヒはそこで飛行式の操縦訓練を開始した。ヘルビッヒの二人の友人、フリッツ・ゾーラー中尉とゲルハルト・シュレーダー中尉は、観測員のヘルビッヒに操縦を教え、ヘルビッヒは、 多発航空機に習熟していることを示す C 免許として知られる空軍高等操縦免許を取得した。ヘルビッヒの受けた飛行式の訓練は全ドイツ空軍の爆撃部隊の中でもユニークなものであった。ハインケル HE111 爆撃機第二次世界大戦が勃発した時ヘルビッヒ商尉はまだハインケル HE111 爆撃偵察機の観測員であった。 ポーランド侵攻3日目のポーランド上空での偵察任務中にヘルビッヒはポーランド軍の偵察機を撃墜したがその翌日オートバイ事故で負傷したこの怪我によりポーランドでの作戦にはそれ以上は参加できなかったが未給鉄十字章を授与された1939年10月には北海での英本国艦隊へ対する作戦に何度か参加したが 大したことは起こらなかった。1940年4月9日に、ノルウェーで、ベザー演習作戦が開始された時には、操縦訓練を終了していたヘルビッヒは、特になるべく地域の地上部隊を重点的に、支援するために飛行した。この作戦で、オール棒を離陸した、HE111 機は、英軍の拠点を低空で攻撃していたが、ある出撃で、 ヘルビッヒ機の航空機関士は重傷を負い、左エンジンが降車砲に撃ち抜かれた。ノルウェーでの戦闘に参加したことによりヘルビッヒは、ナルビクシールドを授与された。1940年5月に、オランダ、ベルギー、フランスへの進攻が開始されるとヘルビッヒは、ユンカース1088を装備する LG1、第4飛行中隊の飛行中隊長に任命され、 1941年11月5日まで、その地位に止まった。ダンケルクの戦いのある出撃で、ヘルビー機は、敵機の迎撃を受け、片側のエンジンを被弾し、ヘルビー匹を含む3名の搭乗員もおの様,様々な、程度の傷を負った。フランス侵攻での功績により一級鉄十字章を、授与され、フランス降伏後の1940年7月19日に、 ヘルビッヒは早くも大位に昇進した。1940年8月15日に、ヘルビッヒと旧機の188 18で編成された中隊は、主攻撃目標のワーシーダウン空軍基地を目指して4時45分、PM に、オルレアンを離陸した。LGE1 の188 18、第1級高架爆撃航空団のユンカース187、と護衛の第2駆逐航空団、 第27戦闘航空団、第53戦闘航空団の編隊が、イギリス海峡を横断すると、A 第10飛行団と、A 第11飛行団の戦闘機の迎撃を受けた。ドイツ側の200機以上の混成攻撃戦力は14個、飛行隊からなる170機の英軍戦闘機に、迎撃され、この作戦は、ヘルビッヒの第4飛行中隊にとり、惨劇となった。 重度に被弾したヘルビッヒモミが何とか友軍が掌握する地へ帰還し、第四中隊所属の部下の大半32名は英軍の捕虜となった。バトル・オブ・ブリテンの進行中にヘルビッヒは産業標的爆撃の専門家としての才能を開花させ、100回以上の作戦飛行で挙げた選考により、騎士鉄十字勲章を授与された。 勲章を授与されることを望んでいた時に、ヘルビッヒは122回の作戦飛行に出撃していた。絶体絶命と思われる状況をヘルビッヒが生き残れたのは素晴らしい搭乗員のおかげであり、この中には1941年8月30日にドイツ空軍の通信誌で初めて騎士鉄十字勲章を授与されたフランツ・シュルント総長がいた。 リバプールのウォーリントンプロペラ製作所への爆撃では、シュルーントは搭載機銃の一丁で攻撃してくる敵戦闘機を撃退し、イーストハムにあるマンチェスターウンダの校門やペンローズの訓練飛行場への攻撃での作戦成功に貢献した。シュルーントは200回以上の作戦行動で敵戦闘機による13回の攻撃を撃退した。 北アフリカ上空を飛行する l g 1のユンカース1 8 1 8 l g 1第4飛行中隊は1941年の正金曜日の夜にピレウスの港に停泊する英国船を攻撃する命令を受けた。この月夜の作戦中にヘルビッヒはおそらくエレニスと思われる兵員輸送船を高下爆撃で撃沈した。 1941年11月5日に、ヘルビッヒは、クノーホフマン大尉の後を継いで、LG1 第一飛行隊の指揮官に就任した。220回の作戦に出撃し、ドイツ空軍で最も若い飛行隊長の一人となったヘルビッヒは、300回の作戦飛行を達成した後の1942年1月16日に、 白洋付き私鉄十字勲章を授与された。1942年のトブルク教習での言語に、防御された要塞への投下日連続の爆撃任務では、ヘルビッヒは1番で2回の出撃を行った。イラクリオンダッシュでは1回の出撃で4から4.5トンの爆弾を投下した。1942年5月11日に、LG-1 第1飛行隊の5機の188 18が、 クレタ島南の海域への武装紹介飛行に飛び立った。正午前に、オットーロイペルト総長機の搭乗員が、クレタ島の南約 100km のクアドラント5574-23東を紹介中に4隻の英海軍の駆逐艦、ジャービス、キプリング、ジャッカルとライブリーを発見し、ヘルビー妃には即座に無線で通報された。4隻の駆逐艦は、 正午頃には、暮れた島と,とブルクの間を航行中で、12時35分、PM に、ドイツ軍の偵察機に、再び発見された。2時30分、PM に、LG-1 第1飛行隊の14機の188が、おのおの2発の 500kg 爆弾と2発の 250kg 爆弾を傾行して、クアドラント6450-23東に向けて、 発信した。長距離戦闘機として、A、第272飛行隊のブリストル防風トライ撃機が駆逐艦の護衛についていたが18、18は攻撃を開始し、ライブリーがロイペルト早朝機の攻撃を受けて3時30分 PM に沈没した。給油と武器の再装填を行った後で、ロイペルトに引き入られた第2波の攻撃は駆逐艦を捕捉し損ねた。 ヘルビヒ隊員に率いられた LG1 第1飛行隊の7機の第3波がイラクリオンを離陸した。この編隊には経験豊富なベテランの色色く区注意、バックハウス注意、ゲルハルトブレナー少尉とオットーロイペルト総長がいた。すでに日没を迎えていたがこの7機は駆逐艦を攻撃し、10分間で3隻中2隻を撃沈した。 ヘルビッヒはキプリングに照準を定め、投下された4発の爆弾は、駆逐艦の船体中央に命中した。キプリングは、北緯32度23分統計26度11分、北緯32.39度統計26.19度、32.3926.19 32. の地点で、沈没した。ジャッカルは数発の命中弾を受け、英国は、 航行不能となった船体を味方の港まで栄光しようとしたが、翌日ジャービスにより沈没させられた。この功績によりヘルビッヒは1942年5月13日に2回のうちの最初となる国防軍軍法に取り上げられた。国防軍軍法はすべての前線の戦況を毎日報じる国防軍最高司令部によるラジオ放送である。 ヘルビッヒの名は敵側にも広く知られるようになり、英国は彼の飛行隊のことをヘルビッヒ飛行隊と呼んだ。ヘルビッヒはマルタの戦いの支援で数回の作戦飛行を行い、1942年9月28日に20番目の白洋、剣突撃ケキ施設十字勲章を授与された。それまでに18万2千トン数の敵船舶を沈めていた。 1942年11月のアルジェリアとチュニジアでの敵の上陸作戦への防衛では1万トン数の軍需物資を積載した USS リードストーンをアルジェリア沖で沈めた。ヘンシェル HS293 滑空爆弾1943年1月にヘルビッヒは爆撃航空兵装艦の要因に兵艦として転属となった。3月には 爆撃航空兵装艦の任務を果たし、9月1日に、この役割により、中佐へ特別昇進した。作戦の実務経験の少ない、アルベルト・ケッセル・リンク元帥を含む上司たちとの、数々の意見の相違や、対立の末に、ヘルビー比は、実戦部隊へ転属となり、1943年8月14日に、ウィーナーンのイシュタットに駐留する LG1 の、 航空団司令に任命された。ヘルビッヒの率いる航空団は1944年1月22日のシングル作戦の開始からイタリアのアンツィオとネットゥーノの連合国軍の上陸地点と対峙した。23日に LG1 は11機を失いながらもヘンシェル HS293 核空爆弾を使用して h m s j n ナスを撃沈し、 再度 HMS ジャービスに甚大な損害を与えた。1月30日にイタリアでヘルビッヒの蒸気 188L1AM 18機はアメリカ陸軍航空軍の爆撃機からの攻撃を受けて破壊された。この機体はヘルビッヒ自身しか操縦しない専用機であり、1000時間以上の作戦飛行を生き延びた唯一の188 18であった。 コルシカ島の連合国軍の飛行場に対する攻撃が成功した後、1944年5月28日に、ヘルビッヒは二度目となる国防軍軍法での言及を受けた。1944年6月6日に、LG1 は連合国軍のフランス侵攻の間の防空任務のために、ベルギーへの移動を命じられたが、ヘルビッヒは南フランスの好ましくない天候と、 当該空域での敵戦闘機の活発な活動により、相当の損失を覚悟しなくては、いかなる移動も困難であることを有料して、移動を延期した。ヘルビッヒは、命令不服従により、第二航空艦隊から告発されたが、低気圧が通り過ぎると、すぐさま航空団を移動させ、部隊は、夕暮れ時には一気の損失もなく、ベルギーに到着した。 ヘルビッヒの軍法会議は、すでに始まっていたが、彼の決断が航空団の戦力と即応能力を維持するために決定的に重要な判断であったことが、証明され、この告発は取り下げられた。これと時を、同じくして、ボルフラム・フォン・リヒト・ホー・フェンクー軍元帥が以前から、何度も提案していたヘルビッヒの大佐への昇進が1944年7月1日に、 なされた。その後ヘルビッヒの航空団は迫りくる、連合国軍の戦断に対する攻撃でいくらかの成功を収めたが、連合国軍の戦闘機が姿を現し始めると、LG-1 は甚大な損害を被ることになった。フィーゼラー・ファイ156シュトルヒホンド防衛戦で、ヘルビッヒは地上攻撃と偵察を兼務する、戦闘団を1944年9月10日に、 編成した。アイフェルのフォーゲル3区に駐屯する、地上攻撃を行う一つの飛行隊の元を訪れた、時に、ヘルビッヒは、敵航空機の機銃装車を受けて、重傷を負った。この傷が原因となり、ヘルビッヒは、ヘルビッヒ戦闘隊と呼ばれる、戦闘団の指揮権を、第二爆撃航空団の航空団長、ルドルフ・ハレンスレーベン中佐に引き継がねばならなかった。 対戦終結の少し前に、ヘルビヒヒは、LG1 と第200爆撃航空団で構成される、小規模な戦闘団の指揮を取った。第4航空師団の師団長、フランツ・ロイス少将の命令により、1945年4月30日に、フィーゼラー・ファイ156シトル引きの小編隊を率い、ベルリン・バンまで飛行して少なくとも10名の交換を、 敵の包囲網の中から救出することになっていた。9機がベルリンへ向かい飛行したが、敵の厳重な対空砲火により任務遂行を諦めねばならなかった。1945年5月3日に、ハンブルクが無防備都市宣言を宣言したために、LG-1 大愛飛行隊は、南ハンブルクにある拠点を放棄し、 ハンブルクの北約 30km のエルムスホルン近郊のバルムシテットへ移動した。5月4日にヘルビッヒは航空団を離れ連絡員としてフレンスブルク政府からの重要書類と秘密命令をチェコスロバキアにいる陸軍総司令部の新しい総司令官フェルディナント・シェルナー陸軍元帥へ届けるようにという命令を受けた。 書類を届けた後の5月8日の夜早くに離陸し、赤軍の捕虜になることを避けるために、チェコスロバキアを脱出し西へ飛んだ。ヘルビッヒは、米軍の捕虜となり、ゼンネラーガー捕虜収容所に入れられたが、ここを6月9日に脱走した。戦後、ヘルビッヒは、民間人として、生計を立て、ベルリンのシュルトハイス醸造所の支配人となった。 ヨアヒム・ヘルビーヒは、スペインでの休暇に向かう途中で、自動車事故に遭い、2日後の1985年10月5日に、マレンテで死去した。ありがとうございます。